に魅力的な原作と、それもそれが和物だということと、それから浅井さんの演出と音楽と、そして素晴らしいキャストの皆様で、ミュージカルとついておりますけれども、ミュージカルの枠を超えた舞台芸術の作品だなと思っております。本当にいろんな方に見ていただきたいなと思っております。平太役の斉藤健信でございます。平太はですね、ミュージカルオリジナルキャラクターということで、作品に平太が存在する意味だったりをちゃんと考えて初日に向けて全力を出し、次初日なんですけど、初日に全力を出して全てを出し切って、この最高の作品を皆様に、最高の作品を皆様にお届けできるように頑張りたいと思います。平太役の斉藤健信でした。ありがとうございます。森狐役の福井翔太です。今日はありがとうございました。そうですね、今回の作品はちょっとこう孤独というか、まあ人間は最初から最後まで最終的には孤独とかいう言葉を聞いたことあるんですけど、でもやっぱ一人では生きていくことはできないので、その誰かに支えてもらったりしてるという、その気づけるか気づけないかを探す物語なのかなと思っておりまして、そこで、皆さんが何か持って帰ってもらって、明日から生きていく元気にしてもらえればなと思っております。ありがとうございました。もう素敵な作品を、この素敵なキャスト、素敵なスタッフさんと、一緒にできることが大変嬉しく思っておりますから、本当にロビーで他の役者さんに遊んでもらったりとかしてて、まあ、父親が劇団をやってまして、劇団に所属してまして、ずっとこの劇場を使ってて、やっと今日僕は父親とか憧れの先輩方と同じ景色が見れるんだなと思って、もう本当に嬉しくて感無量です。この景色を焼き付け、一生懸命皆さんと一緒に楽しい作品を皆さんにお送りできればと思っております。今日ちょっと被写で鼻を怪我して、すごい本当だ、晴れてる、はい、まさかのゲネプリで初日が出たという出てたので、はい、全公演もう鼻がなくなるぐらい鼻を怪我して頑張りますので、細め役をやらせていただきます、山崎千恵子と申します。今日は皆さんお忙しい中お越しいただいてありがとうございました。この作品非常にメッセージ性の強いものでありまして、見ていただく皆様にですね、一人一人にしっかりと心の中のどこかに何か感じるものがあるお芝居ではないかなと思っています。ですので私たちは、みんなチームワーク一丸となってですね、見せるお芝居、そして感じていただくお芝居、そして伝えるお芝居と思って、この舞台の上から、お届けしたいなと思っています。よろしくお願いいたします。徳次郎役の浅倉真嗣です。このシャバ系という作品の、原作の面白さを、見に来てくださったお客さんに、舞台で楽しんでいただけよう、僕の役なんかは、まあ、真面目に生きてきた人なんでしょうが、まあ人間は一面だけではないということを通じて、なんかお客さんに面白さが伝わればいいなと思っております。ラズンまで一生懸命やりたいと思います。よろしくお願いいたします。おひなをやらせていただきます、岡村紗友子と申します。本当に私自身がそうなようにこの作品の中のキャラクターにいろいろ共感していただいて、ちょっとでも元気になって明日から頑張って生きていきたいと思います。そうですね、本当に私自身がこの作品ですごく元気にしていただいた、原作もそうですし、このお芝居も稽古すればするほどすごくエネルギーをいただいているので、そのエネルギーを客席に、お客様に一生懸命届けたいと思います。ラグビーまで怪我なく精進してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。サスケ役の神木隆一です。私は前作、小学生1位からですね、引き続きマステンということになるんですけれども、まあ、今回本当に、若旦那として日記がいないということで、やっぱりサスケにかかってくるやっぱりプレッシャーというのも、まあ、もちろん感じながらやってましたし、なんですかね、やっぱりあやかし代表といいますか、一番最初のセリフが我らあやかしっていう、そこのなんかあやかし代表としてなんかいろんなものをなんか背負いながら、今回、頑張っていかないといけないなっていう気持ちで、やってました。そしてなんか人っていうのは変わる生き物なんだなっていう、その、まあ、あやかしとその人間がこうね、いろいろこう、こう絡んでいっていろんな化学変の反応が起きるみたいな、なんかそういう物語のちょっと楽しい部分を感じながら、
で、まあ、ミュージカルではあるんですけれども、まあ、小さな子供たちも出ますし、あやかしがこうわちゃわちゃしてエンターテインメント要素もすごい、まあ、あるこのシャバケですけれども、なんか、今初日を迎える前ですごい、まあ、ドキドキもありますけれど、ワクワク、なんか早く、たくさんの人に見てもらいたいなという気持ちでいっぱいです。はい、屏風の時役の藤原由紀です。僕も第一弾から参加させていただきまして、原作を読ませていただいて、屏風の時っていう役がとっても可愛らしい役だなと思って、ひたすら僕の思う屏風の時の可愛らしさを追求した結果、第2弾でなんとメインだということになりまして、スピンオフ、そしてメイン、しかも台本じゃない、原作を読んだらとっても綺麗なお話でしたので、これは頑張らなければいけないなという思いで結構やってまいりまして、もう早いもので本番でございます。千秋楽までその原作のすごく綺麗な素敵なところをお客さんにお届けできるように、千秋楽までより良いものを目指して頑張っていきたいと思います。最後まで応援をよろしくお願いいたします。頑張ります。松之助役の北野亮です。僕は今回初参加なんですけれども、とても美しい世界観というか、まあ、時代は違えど人の心にある、まあ、悩みだったり苦悩だったり、押し込めている感情だったり、そういうものが、まあ、題材になっていて、見終わった後にすっきりと、晴れやかな気分になれるような作品だと思ってますので、たくさんの人に、見ていただきたいなと、そして、見た後の、人生をというか、世界が変わるような作品だと思っておりますので、ぜひぜひたくさんのお越しをお待ちしております。そして、本日お集まりの方は、皆様、関係者ということで、ぜひとも、SNS 等で、存分に良かったとつぶやいていただいて、ね、満員御礼、満員御礼というね、連日満員御礼を目指しておりますので、ぜひ、ね、知らない子座ってるわけじゃなく、終わったとすぐ嘆いていただけたらと思っております。よろしくお願いします。